状態がいいというふうに評価しているという監督の評価がありました。ライトへ、ここの打球は風に乗ってライトスタンド中段まで持っていきました。今日スタメンの杉本、起用に見事に応えるライト4でした。ストレートを逆方向、ライトスタンド中段まで持っていくという杉本裕太郎のパワーです。第1号は貴重な追加点となるツーランホームランでした。やめもできそうな感じですけどね、はい、レフトへ、これはぐんぐん伸びていって、おー、豪快な当たりだ。杉本、持ち味を遺憾なく発揮しました。一発ソロホームランでオリックスバファローズが先から1点を奪いました。打球をレフトに上がって左中間だ。もうレフトは荻野は見上げている。打球は上段席、カメラのその上でした。いや、杉本選手らしいホームランは2000連発第3号。さあ2点差、今ホームイン、はい、打球は伸びていって左中間だ。これはもうスタンド上段席に届いた。ここで出ました、ラオウ杉本の一発。打った瞬間という打球でした。バファローズにとっては大きな大きな追加点、ね。レフトへ高々と上がりました。風逆風です。ただそれでも伸びていく杉本のパワー、どうだ、届きました。このスイングに一点の悔いなし。また捉えたか、左中間です。風は6メートル。再びラオウのパワーが炸裂。このホームランにも悔いなしです。レフトへ大きな当たり、豪快に持っていきました杉本。素晴らしい打球がレフトスタンドへ。杉本のツーランホームラン、今シーズンの第7号。3人ですから吉田正尚に次ぐ、これ2位に行きますが、 See you later goodbye。 杉本の打った瞬間それと分かる先制のツーランホームラン、第8号ツーラン。こっちホームランやな、これ小テンポ、そういうことですよ。ないのが続いたりとかね。そうですね、逆方向、打球は伸びていくぞ、入りました。先制点を山本由伸にもたらしたのは4番の一発、杉本裕太郎、逆方向に持っていきました。援護点がという話をしていたらどうでしょうか。センターバック、センターバック、センターバックして見送りました。今日2本目の逆方向への一発、これで10本目のホームランになりました、杉本裕太郎。今日2ホーマー、止まりません、4番の杉本。ライトへ打球間、打球は左中間、右中間に上がって、これはスタンドまで届いて第11号。逆方向、杉本の一発。2ストライクまでそうなのかな。捉えたぞ、どうだ、距離はどこに出るか、頭上だ、いった、入った、ホームラン出ました、杉本の一発です。2点先制、1回の裏、松井先発のその日先制点は杉本のツーランホームラン、2対0。これは捉えた当たり、打った瞬間文句なし、打球がスタンドに吸い込まれました。4番杉本のツーランホームラン、1回の表いきなり3点を失ったバファローズですが、すぐに2点を返しました。右方向への打球下がっていく、ライトが下がって見送った、入りました、ホームランです。杉本に一発が出ました、2回の表、先頭バッター、今シーズンの第14号。ほんど変えずに投げ続けます。レフト後方のフライダー、これも大きいぞ、入った、レフトスタンドに飛び込んでいきました。
オリックスバファローズ今日3本目のソロホームランが出ました。打ったのは杉本裕太郎、15号のソロホームランです。杉本ホームイン、越えたか、直後上がった、杉本の当たりはレフトスタンド、ここまで飛んでいきました。ラオウの一発、今シーズン第16号。さあオリックス、これで流れは変わるでしょうか。悠然とダイヤモンド一周、合わせるような当たり、これは伸びていく打球がバックスクリーンへと飛び込みました。2打席連発、今度はセンターバックスクリーン、泳ぎながら持っていきました。吉田正尚帰ってきて、そして背番号99番、精悍な顔つきでホームイン。さあ2点差まで来ました。今日2ホーマー3打点。レフトに上がって、もうレフトは追いません。先制のツーランホームラン、杉本、今シーズン第18号。もうこれぞ鈴木さん、打った瞬間でした。そうですね、まあ、今のも、ね、変化球だとは思うんですけどもね、まあ、真っ直ぐですね、まあ、2球、まあ、差し込まれ気味でですね、ファウルにしたなっていう思いはちょっとありますけどね。これも外に行った、センター後方、センター後方、打球は伸びていってバックスクリーンにライナーで飛び込みました。後半戦最初の打席、宮城に援護点4番杉本裕太郎、今シーズン第19号は左中間、打球上がって伸びていく打球はフェンスを越えていきました。杉本に同点ホームラン、ライトです。打球伸びていきます、大きな当たり、ポール際入りました、ホームラン。杉本今日は右方向に一発ツーランホームラン、2点を返しましたバファローズ。レフトへの打球はもう見送ってグッバイ、同点弾。杉本裕太郎、第22号同点のツーランホームラン。これで最終回に4点差を追いついた、そんなゲームもありました。打ち上げた、高い、こう描いている、さすがのパワーでした。中段まで持っていきました。はい、高村、ライト後方だ、中段まで飛んだ、杉本、いや言った矢先に打ちましたね、言った通りになりましたね、はい、杉本24号のソロホームランでオリックスバファローズ、石川からこの日2点目を取りました。2対0、貴重な追加点、杉本のホームランです。センターです、これはもう見送ってるぞ、昨日に続いてのホームランはここまで行きました。あっと、これは捉えてきました、ホームランダービートップに立ちました、第26号。まっすぐできた、センター上がった、センターが下がっていく、まだ下がっていって、見送った、バックスクリーンに杉本、勝ち越しのツーランホームラン、今シーズンの第27号です。昨日柳田に並ばれたホームラン数出ますね、はい、取れて快音残した、センターを越え、諦めました、上段まで持っていきました。パリーグ単独トップ、28本目のホームランは則本を捉えてのバックスクリーンへと向かっていくホームランでした。第28号ツーラン、これは右方向、いい当たりだ、ライトへ、柳田は向こうを向いてスタンドに入りました。まさたかがいなくても俺がやる、ホームランダービー争いの柳田の上を通過。
かしていく今シーズンの第29号ホームラン。エースの千賀からオリックスが先制。追い込んだバッテリー、打球はこれはそのままスタンドに届く。第30号、4番杉本のホームラン。ここまで来たら打ちたいと話していた30本目、センターオーバー、今ホームイン、2対2同点。ライトへ飛ぶ、ライトへ飛ぶ、伸びていく、伸びていく、ホームランゾーンに届いた。杉本31号、レフトへの打球、 See you later, goodbye。 杉本裕太郎、ホームランダービー単独トップで走る杉本、今シーズン第32号、先制のスリーランショットを生まれています。2者連続フォアボールの後の初球を狙われました。すごいや、残ります、ショーテンポー、あれ溜めてるな、溜めましたね、というショーテンポーいただきました。いや、しかし行った瞬間でした。